はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。新しい乗り物を今年も導入いたしました。まあ新しいって言っても僕ね、これね67年前から欲しいって言ってたものなんですよ。で黒助にお前いつになったら買うんだよ、買う詐欺かみたいなこと言われてたわけなんですが、こちらです。はい、カヤックですね。シットンタイプのカヤックなんですけども、67年前から僕結構レンタルして若狭湾で、案内付きのねツーリング行ってみたりとか、あと西表島とかでもねカヤックで川を遡って滝まで行くみたいなこととかもねしたことがあるんですが、まあ、自分でもね行ってほしいなとずっと思っていて、ついに手に入れました。フィールフリーのニュージェミニというねモデルで 3.7 メートルあるカヤックです。2人乗りのカヤックとしては、多分コンパクトな部類に入るとは思うんですけど、よく釣りとかで使ってる1人乗りのタイプに比べればちょっと大きいかなといった感じのもので、これね車には、まあ、この今写真で出してるように、まあ、もちろんひっくり返して乗せることができるんですが、僕お家の中に入れようと思ったら、まあ、入るは入るんですけど立てられなかったですね。3.7 メートルを舐めてました。エドさんの身長はこんなに高いのかと思ったわけですが、うちでね一番屋根の高いところで3メートルぐらいでちょっと立たなくて、今ちょっとどうやって保管しようかなというね、状況には陥っているんですが、まあ、それはおいおい考えるとして、今日はねちょっと初めてこいつで出航してみたいと思っております。でカヤック、まあ、欲しいと思ってる方いらっしゃるかわからないんですが、購入するとですね、この船もちろん本体とこのシートですねと、あとベルト、まあ、これ足をかけるベルトなんですけども、まあ、この辺りは付属してきます。で別途ですねこういうパドルですね、これは、まあ、2人乗りなんで2本必要なんですけども、こちらの方は別途購入したといった形で、僕も初心者なんでよく分かってないんで、通販ではなくて今回ですね、滋賀県大津市にある、カヌーセンターさんっていうところ、琵琶湖カヌーセンターさんだったかな、とこに相談して購入させていただきましたが、まあ、このニュージェミニ自体はね国産のカヤックで、通販なんかでも売ってるんで、何がいいかなと思ったら多分国産っていうこともあって安心のものなんじゃないかなと思いますが、これね1人で積めるか積めないか本当ギリギリで、背の高い車はちょっと1人で積むのしんどいかなみたいな、感じに思っております。はい、まあ、今日はちょっとね初めてなんで遠くまで行くのはちょっと厳しいかと思うんですが、ちょっとチャポチャポその辺を移動してね感触を確かめたいと思っております。はい、じゃあちょっと出航してみたいと思います。これで一応浮きましたね。はい、映ってるかな。緊張しております。今まで、まあ、カヤック結構乗ってるんですけど、まあそういうなんだガイドさんとかついてのツアーが主だったんで、1人で乗るのはね初めてといえば初めてなんで、初心者ですのでご容赦いただければと思います。よいしょ。おお、とりあえず乗れた。おお、当たり前なんですけどちょっとまだ漕ぐのが下手くそですが出航できました。いやー楽しいな。ほんのまだ全然浜辺っていうか、あ、ここちなみに琵琶湖です。琵琶湖から出てみたばっかり、岸からね出てみたばっかりなんですけど、やっぱ船ってなかなか普段乗らない乗り物なんで楽しいですね。はい、多分ですけど、まあ、初心者の僕が言うのもなんですけど、カヤックを始めるにあたって多分一番最初にやりやすい、練習しやすいのはこのシットンタイプのカヤックだとは思います。はい、でもまあ水の上の遊びなんで結構何ていうのかな、教えてもらう機会っていうのはあった方がいいんじゃないかなって思います。僕も今まで何度か教えてもらいつつ、まあこうやって購入までこぎつけたっていう感じです。でまあ久しぶりにやってるんでパドリングとかめっちゃ下手になってるんだけど、いやいいわ、こうやってなんか波打ち際でチャポチャポしてるだけでも楽しいですね。今ちょっと風が岸向きに吹いてるんでどんどん岸に戻されてるけど、いや楽しい。ちょっとねせっかくなんで今後このカヤック使って、まあ、琵琶湖がうち近いんで琵琶湖をチャポチャポね散歩してみたりとか、いずれはこう水上で無線運用とか、まあ、湖側とか海側からしか行けない岸に行ってみて運用とかね、ちょっとデイキャンとかね、そんなこともねしてみたいなと思っておる次第でございます。はいということで今日はちょっとまだ漕ぐのも下手くそなんで動画で見せられるほどじゃないんで、今日は初浸水式ということでちょっとね、撮影をしてみました。いやなんか日常を忘れられるっていうか非日常ですよね。なんかほんと釣りとかしなくてもこうやってちょっと沖まで行ってなんかぷかぷかのんびりするだけでもすごく楽しそう。まあエンジン付きのねああいう水上バイクとかああいうのもいいなとは思うんですけど、なんかね僕の趣味的には水の上の乗り物何買おうってなった時に、まあ、水上バイクじゃなくてこっちかなっていうね感じだったんですよね。まあでももちろん水の上の遊びなんで危険も結構伴うと思うんで、僕も何度も、インストラクター付きで、まあ、遊んでみて基本は教えてもらって、まだまだ全然久しぶりにやったもあってパドリングとかも全然ダメだけど始めてるんで、まあ何かしらねちゃんと教えてもらう機会はあった方がいいかもしれないですね。はいまた今後ねカヤックの動画も出そうかなと思いますんで、是非よろしくお願いいたします。この動画面白かった、良かったという方は高評価ボタンを押していただけるとももすけの動画作りのモチベーションアップにつながります。ツイッターもやってます。説明欄のリンクからツイッターの方をチェックしてフォローしてください。以上、ももすけでした。バイバイ。